皆さんこんにちは、ピアニストの実川香織です。飛曲喫茶、随分いろんな作曲家の曲を紹介してきましたけれども、今回はすごく素晴らしい作曲家だけれども、なかなかパッと名前が出てくるかというとあまり出てこない、メンデルスゾーンさんですね。どうもベートーベン、モーツァルト、シューマン、ブラームスに比べると少しマイナーなイメージがありますけれども、まあ、メンデルスゾーンは僕はとても昔から大好きな作曲家で、中学生くらいの頃に初めてピアノコンチェルトをオーケストラと弾かせていただいたんですけども、それがメンデルスゾーンの一番のピアノコンチェルトで、メンデルスゾーンってバイオリンコンチェルトものすごい有名ですけど、ピアノコンチェルトも2曲あって結構いいんですよね。なかなかちょっと短めで20分くらいで、少し可愛らしいところもあるので演奏会であまり取り上げられないんですけども、すごく大好きな曲です。で、メンデルスゾーンはショパンやシューマンより1歳年上なんですけども、すごく影響力の持った人で、まあ、英才教育もねなされて、モーツァルトの再来かってくらい神童だったそうなんですけれども、10代のうちからねこう傑作をいっぱい書いてるんですが、親しみやすいメロディーと、こうなんて言うんでしょう、ちょっとほんのりとした感傷的な感じと、とてもこうバランスがいいんですよね。なのでなんかこうシューマンのように突き抜けた情熱とか激しさとか、ブラームスのような重厚なロマンティシズムとかですね、そういう激しさが突き抜けた部分がないために、比較的こうなんて言うんでしょう、こう中庸なイメージが持たれる作曲家なんですけども、まあ、そこが僕はメンデルゾーンのすごく好きなところで、すごくよく、まあ、いい意味でも上品だし、とても琴線が取れてるなっていうのがメンデルゾーンに持ってる感想です。で、ピアノ曲っていうとですね、無言歌集がとても有名ですけども、メンデルスゾーンはバッハを復活させた人としても、ね、有名ですけれどもね、バッハのマタイ受難曲を復活演奏したっていうことで、まあ、バッハをまたこう広く知らしめた人でもあるんですけども、ピアノ曲にも前奏曲と風雅だったり、バッハの要素を用いた曲があるんですが、今日これからお聴きいただく幻想曲というのもですね、3つの小品集からなっている曲の最後の曲なんですけども、ちょっと最初がですね、こうバッハの前奏曲のような感じで、まず最初に一つの線が出てきて、そこに他の線が重なってきてっていう風に、ほんのりとバッハの様式で書かれています。でもそれをバッハなんだけれども、メンデルスゾーンの無言歌のとても優雅な優美な歌でくるんであげて、本当にですねバランスよくお上品な、これ本当にいい意味で言ってるんです、すごく、美しい作品です。ぜひお聴きください。
かがでしたでしょうか。メンデルスゾーンのピアノ曲いっぱいあるんですけれども、意外と弾かれている、よく弾かれる曲って本当に一握りで、無言歌集からいくつかと、スコットランド幻想曲と幻覚なる変奏曲という、とてもいい曲ですけども、その限られた作品しか弾かれてないんですが、いい曲がいっぱいあります。で、今日お聴きいただいた曲も非曲にしておくにはもったいないような曲ですので、これからもこういう曲をね、じゃんじゃん見つけて非曲喫茶で広げていけたら嬉しいなと思っております。非曲喫茶、今日もお聴きいただきありがとうございました。次回は、どんな作曲家にご登場いただくか、お楽しみにしていてください。ありがとうございました。